こんにちはむほです今日は平成31年の3月7日です。本来ならまだこの時期はたくさん雪が残っているんですけれども今年は非常に少なくて3月の接種前から車が通れるようになりました。安泰寺ではみんなが今、えー、冬暗号のレ島 ポートを、えー、書いていてる最中です3月15日まではこの冬の間におのおのがどういう課題に取り組んで何を勉強したかをレ、まあ、ポートに書いて、えー、出してもらっております。そこで今みんな必死に部屋にこもって執筆しているところです。 それが終わると3月15日から、えーまあ、例年、宅発に出かけることもありますし、あるいはもうそのまま田畑耕してまた、えー、自給自足の農作業を開催したりします。今日は、えー 皆さんにまず私が去年の春から仏教伝道協会のために書いた、えー、原稿の、まあ、最後の原稿それは今年の2月に仏教伝道協会のホームページに載ったんですけれども「えー、変わること,と」と、えー、題した最後の原稿をまず読みたいと思います。途中からですが 平成13年の夏、私は安泰寺から下山することを決意した。入門した当初、私はまず黙って10年座りなさいと、先輩たちから言われた。皮肉なことに、そういう彼らが全員10年未満で山を下りていったという事実。私も、 その2年ほど前に師匠から法を継ぎそろそろ独り立ちをしなければと感じるようになってはいたがいかんせん腰が重かったいずれは母国ドイツに帰り全道場を開こうという使命感はあるものしばらくは日本にとどまりたいと思っていた。 何せよ、ドイツには仏教の寺院こそほとんどないが、座禅ができる道場は大都会はもちろんのこと、地方都市にも散らばっていった。対して日本の寺院はコンビニより数は多いものの、住職の指導のもとで修行ができるお寺はあまりなかった。毎日の生活に疲れき 人々が多く住んでいる日本の大,大都会ではその数が特に少ないと私は感じていた帰国する前にまず日本の都会で一つ道場を開こうそう思って私は安泰寺を去り大阪を目指した ところが大阪の家賃は自分が住むアパートすら借りられないほど高かったましてや数人で座れる道場などとても構えられそうになかったやはりこのまま帰国すべきか重い悩みながら大阪城公園をぶらぶらと散歩していったところ あちらこちらでブルーシートを貼って生活している人々に気づいた。当時、社会問題として話題になっていったホームレスたちだ。その光景を目の当たり,して、ま、目の当たりにし私を悩みの解決策、私は悩みの解決策を見出した。それこそお釈迦様だって、金ンキラキンのお堂の で座禅をしていたわけではない。宮殿を飛び出して一人で木の下で座っていったはずだ。ならば私もホームレスの新入りとなり、ここで道場を開かせてもらおうと思った。大阪城の掘堀の淵に見晴らしのいい一角がまだ空いていた。隣のテントの住人に私も 今日かか、らここで住んででで、んもよろしいでししいょうとと、と尋ねるとまあくいいく許可してくれた。最初は一人で座ることがほとんどだったがインターネットカフェでホームページを立ち上げ私は33歳のドイツ人で毎朝6時から大阪城公園で座禅をしています一緒に座ってみませんかと呼びかけ始めた 積極的に座前会の参加を募集し始めると、徐々に参加者の数も増え始め、私もやる気が出た。ネクラでオタクというレッテルを貼られ生きてきて、安泰寺に入門後、夢の出家得度を叶ったにもかかわらず、日頃、師匠や先輩に怒られていたため、自分の意思で修行をしているというよりも、 人に修行させられている。自分の時間がない。という錯覚に陥ることはしばしばあった。大阪城公園では一日24時間は全て私の時間だった。ようやく水に離れ,離れた魚のように生き生きと自分のやりたいことができると、えー、心、 踊らせたようやく水に放たれた魚のように生き生きと自分のやりたいことができると心を踊,踊,踊らせたところがある日この物件が至急に撤去されなければ公園管理局が処分するという一枚のコクがテントに貼ってあった。 あまりにも短すぎた楽園での生活。これからはどうしよう。やはりドイツに帰るべきか。そんなことを考えていたら、隣のテントのホームレスが落ち込んでいる私を励ましてくれた。そんなもん気にせんでええ。あの人ら、毎月決まった日に公園中のすべてのテントに貼ってんねん。剥がせばええ。 管理局の練習過程、それ以上何もせえへんわ。ビクビクしながら言われた通り、紙を剥がして破り捨てたが、結局は何も起こらなかった。公園で帰省していたにも過ぎない私が、大阪城を自分のポケットに入れたような気持ちになった。最低でも3年間はここでやりたいと思っていた。しかし、 よく平成14年2月14日に師匠は除雪中に事故に遭い帰らぬ人となったお通夜の席で先輩からお前は暇そうだから春までお寺の留守番をしてくれよと頼まれた先輩はそれぞれ安泰寺を離れて小さな檀家寺の住職になっていった 誰もすぐには安泰寺に戻れないらしい。確かに当時の私は悠々自敵で暇な人私ほど悠々自適で暇な人はいなかったはずだ。しかし本音を言えばまたかという気持ちだった。そして私が安泰寺に戻りたくない理由がもう一つあった。 2月14日といえば仏教とは何の縁もゆかりもないバレンタインデーである公園の座禅会に通っていった若い女の子と恋に落ちその日もデートの約束があった仕方なく愛する彼女に電話をかけ師匠が急死したことを伝えた「えいつ戻ってくるん?」 どうやら次の住職が決まるのは春になりそうそれまでは留守番をすることになったんだそっか分かったと彼女は優しく返事してくれたその声はまる,だまるで観音さんのように聞こえた桜が咲くところにろに桜が咲くころに 師匠の四十九日の法要がありようやく納骨も行われたそしていつの間にか後継ぎはあいつでもいいかもしれんということになり気がついたら私が安泰寺の住職に指名される運びになっていった我ながら騙されやすいやつだなと思う 大阪の彼女とはまた数週間しか付き合っていなかったがこれをきっかけにプロポーズした彼女以上に彼女の親は驚き迷っていたはずだ大事に育てた娘をどこの馬の骨かわからない外人ホームレスにやっていいものかこれから山寺の住職になるとは言うものの お寺には檀家がなく収入もない。どうやって生活するだろうか。何年間その仕事をするのかと彼女は私に聞いた。まず10年だなと私は答えた。一人前の弟子が育つまで最低でもそれぐらいの年数はかかる。 場合によって15年かもしれない私の代では安泰寺の9番目の住職である歴代の住職はいず,れでもいずれも10年前後で引退しておりその中でも私の師匠の15年間が一番長かった私にもそれだけの覚悟はあった結局は恩、OK、恵が出て未熟な2人が 安泰寺を盛り上げることになった。観音さんであったその彼女は今やらむしろ仁王さんのような態度で私を操るいわゆるカカ天下のネルケ家である10年,10年が過ぎても15年が過ぎても彼女がブーブー文句を垂れながらも安泰寺に住み続けたいや 一緒に住み続けたことだけで私の心の柱となった要塞賢母であるしかし約束の15年が過ぎてから10年も15年も我慢したこれからは子どもの高校の受験もあるしどうすんのというつぶやきが増えてきた禅では出家を大事にするが 家族をいつまでも犠牲にしては、菩薩の実践は名ばかりのものになってしまう。平成2年に初めて乗算し、人生の半分以上を安泰時で過ごさせていただいたが、そろそろバトンタッチの時期が来たと私も感じている。私は自分を変わっている。 とと思ったことはないがどうやら人の目にはそう映るらしい変わった人ではあるかもしれないが正直なところ私は変わることをあまり好んでいない高校生の頃に座禅と出会い大学で日本語を学び安泰寺で修行をしてから大阪でホームレス生活を送ったという経歴を見るとなんだコロコロ 路線が変わっているじゃないかという人もいるかもしれないが私はただまっすぐ前に進んだだけのつもりでいるその態度その都度その都度その都度縁に触れて受動的に生きていただけだところが安泰時が変わるためにも私自身が変わるためにも今度は私自身が一歩前へ踏み出すことが必要になりそうだ 反省を過ぎた今こそ冷たい水に飛び込まなければならない。これからどこで何をするか、私が去った後の安泰寺がどう発展してくれるのか。何も定かなことはないが、私に残された道のりは楽しみでもある。えー、まあ非常に長かったんですけれども、できればあのまだ ご覧になっていない方にはこの仏教伝道協会のホームページに載せた他の原稿も、えー、読んでいただければ幸いです。この動画の下に、えー、ホームページへのリンクを貼ります。まあ、この原稿にも書いたようにうーん、まあ、来年で安泰寺に最初に来てちょうど30年になります。 22歳の時に来たんですねそして、えー、安泰寺の6代目の住職である内山高勝老氏がうーん安泰寺に残した言葉、えー、というのがあるんですね。これもあの YouTube で音声で聞くことができます。それもこの下に貼っておきますけれどもこの安泰寺へ残す言葉の、えー、中に、まあ、7つ。 ので7つはいずれも非常に大事なのでアンタジのホームページにも載せ,せてます。これもこの下に <laughs> リンクを貼りますけれども、まあ、特に私にとってインパクトがあったのはその6番目である10年座ったらどうするかというともう一方。 10年座ること20年座ったらどうするかというとおまけに10年まず30年座りなさいということですね22歳でそう言われるとまさかと、まあ、誰でも思うと思うんですね10年ですら長いましてや20年30年それまでの人生より長い期間ですからまさかと そして、現に先輩たちもまあいずれ10年足らず、7、8年ぐらいで安泰寺を出ているので、実際に10年安泰寺で当時過ごしてた人は、当時の道長さんだけだったんですね。道長さんは、ちょうど安泰寺が京都からえこの兵庫県の安泰、靴山に移る頃に、 入門したんですね、まあ、あの私の師匠、師匠、宮浦新十老師ですけれども、えー、昭和51年頃に安泰寺に来て、私が最初に安泰寺に来た時は、えー、安泰寺で、まあ、運水の期間も含めて16年ほど過ごしてたんじゃないでしょうか。 ちょうど16年だったと思いますね。運水としては11年、道長としては5年目だったんですね。で、まあ、亡くなった時は、えー、全部で25年だったんですね。内山老師もおそらく、あのー、 まあ道長としては10年勤めたんですけれどもその前は15年間運水として安泰寺を守ってたんですね、えー、その間の渡辺老士も全部で25年ぐらいだったんですね私はこの平成2年からずっと安泰寺に過ごしたわけではなくていっぺん国に帰って大学卒業して ここに正式に運水として出家得度をさせてもらってからもいっぺん京都の臨済州のお寺に1年ほど暗号して福井の発信寺にも一年ほど暗号したんですけれども全部合わしたらやっぱり2627年ぐらいは安泰寺でお世話になったんですね死者誤入すれば30年30年 暗号して座禅するとどうなるかというとまあやはり何にもなら二十歳の者が30年座禅したら50になるだけだと、えー、沢木老師もどこかで言っていると思いますけれども22歳から暗号したら52歳になるだけただまあ座禅して52になるのと あくせく働いて55 0 2になるとやっぱり中身というかその30年の意味も変わるというような事実だと思うんですね。ですから私私は決してまあ無駄な時間だったと思っていないし後悔ももちろんしてません。むしろ感謝している。 安泰寺に私を受け入れてくれた師匠や先輩たちには感謝しているし同僚になってから一緒にこのお寺を盛り上げてくれた人たちにも感謝しているただ正直に言うと最初の20年はやっぱり辛かった辛い時も多々あった運水だとまあ 自由がないと言ったら嘘ですけれどもなかなか自分に与えられたこの安泰寺という場とここでの時間を生かすことはまあ難しかった学園が許さない当たり前といえば当たり前ですけれども自分を捨てなくちゃいけない そういう意味では大阪の半年間はすごく楽だったんですね。で道長としてあんたに戻った時はまあ自分が思うようにできるわけですけれども最初の3年は一人自分一人だけ。 冬を越すのもまあ私と者一人でそういう3000社は長くても1年まあ大体は23ヶ月間で変えてしまう長ければ1年おるわけですけれども毎年毎年春にまたゼロから教えなければいけないという、うん、厳しさがあったんですねで今から78年前にもういっぺん 反対意地をたたも畳んでしまおうかなと思った時もあったんですけれどもまあもったいないということもあってもう一っやり直そうと。 で、その時にちょっとあんたちの方針を書いたんですね。それまでは、あの要するに平成2年の時点ではもう,すもうすでにそうだったんですけれども、えー、平成22年あたりまでは、いつ来ても大丈夫、いつ帰っても大丈夫、もちろんお金もいらない。 何の条件もないに年齢制限もないし女性でも男性でも誰でもいつでも来れるという方針だったんですねさすがに雪が積もっている、えー、冬の間は受け入れてませんでしたけれども春から秋まではいつ来てもいつ帰ってもいいでその中には必ず1人2人内山老師が言われるまず黙って10年 座ろうとする人は現れるんじゃないかと思ったんですが残念ながらそういう人は残らないですね。で今からまあ7年8年前になると思いますけれどもホームページにはっきりと書いたんですね来るならば最低3年いないとダメですね。 まあ、まずはトライアルとして、数週間行ってもらってもいいんですけれども、一年だとか二年というような中途半端な期間を追ってもらっても、安泰寺にとっても、本人にとっても何にもならない。本当に意味がない。なぜならば、一年二年で、 おそらく、まあ、この、座禅しても何にもならん、この何にもならんさの本当の意味が分かってこないと思う。また、現実問題として安泰寺という寺を支えるのに、ある程度要領分かっている人に数人行ってもらわない,もらえないと。もらわないと でできないですね最初の1年はただ、まあ、新しいことを学ぶばかりで2年目からようやくそれ自分のものとなって3年目あたりから指導はできるですからもちろん3年で安泰寺の修行卒業するんじゃなくてまあ3年目からはスタートライン本当に 10年、10年、10年でやっていくか、やっていけるか、それを決めるのは大体3年目やってからですね。で、それをホームページに書いた頃にはもう誰も来なくなるんじゃないかと思ったんですね。まあ、それだけを書いたんじゃなくて、年齢制限も設けたんですね。18から40まで。それまでは私より5年配の方が、 過半数だったんですね60歳代の弟子もいますし私より長い若い人は少なかったんですが40歳までしか受け入れないというと来る人は極端に減るんだろうましてや最低3年ところが増えたんですねその後その後は少し増えましたし みんながみんなで3年続くわけではないんですけれども続く人も初めて現れたんですねそしてありがたいことに今初めて10年目の弟子が一人育ってくれましたなので仏教伝道教会の原稿にも書いたようにそろそろ私が身を引く 時が来たと感じているんですねで今年の春からは一遍私の家族はもう大阪に引っ越して私も大阪に拠点を移します正式にバトンタッチができるのはおそらく来年になってからですそれまではまあ私は行き来をし、えー、でも おそらく大阪で過ごす時間が多くなると思います。ひょっとしてまた17年前のように座禅会ができるかもしれません。大阪でルテ天会という野外の座禅会を大阪上公園でやりましたけれども、毎日というわけにはいかないだろうけれども、えー、ひょっとして 今年からまたそれをたまにできるかもしれません。また今年もあちらこちらで講演をします。えー、京都府の、うん、宮津の地元寺でも毎月、えー、やってますし、また4月からは、えー、3回名古屋の中日文化センターでマインドフルネスについて講義をします。4月、5月、6月。 えー、加古川には去年の秋にもお世話になったんですけれども4月の8日花まつりの日にもお世話になります広島にに初めて公園に出かけます。これは4月の21日の広島の NHK 文化センター。 5月からは、えー、去年やおと年しと同じように、また、えー、銀座にあるキャンデーというスリランカ料理店で、藤田一生さんと2人でやります。今年は、ボダイサッタ師匠法について、5月と7月と9月と12月、4回やります。 えー、6月は今年は割と忙しいです、えー。以前にもお世話になった金沢の高生寺でも、えー、講演を、えー、しますし、えー、東京や名古屋のアサヒカルチャーセンター,、えー、また南青山にあるヨガスタジオ、 のワークショップなど、えー、大阪の朝日カルチャーセンターでも、えー、やります、えー、まあ、毎月5、6回ぐらい公演の予定が入るので、えー、日にちはもう参加したい人がいれば日にちをあんたちのホームページで確認していただければそのリンクもこの下に 貼っておきますなので、えーまあ、すぐ住職が変わるわけではないんですけれども、えー、少しずつ私が身を引いて、次にはまた17年ぶり、日本人の同調になりそうです。そして、安泰寺の歴史で初めて女性が。 同調をやってくれることになりそうです、えー。大いに安泰寺が発展するんじゃないかと思います。お、え、そ、ー、らくまあ今まで通り世界中から人が安泰寺に来ると思いますけれどもこれからはひょっとして日本人も やすすくななるんじゃいいかと思います皆さんにはこれからもアン安達を応援していただいて見守っていただければと思います。よろしくお願いします。